普通に降りれて、まあこの僕らが降りた円形にいたら怖かったなぐらいだな。そうね。まあでも円形最悪1階2階で住み分けできるから、うん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 、一応、まあ、その宅ももしいたらまあ飛び降りてそのクリマタイザーの外側の方に行けば車線結構切れるし、レイスがいたらな、その一回拠点取った時に周りの情報を取れるけどね、レイスがいないから情報面がもう飛んだ時にはいるいるってなっちゃってるからね、飛んだ時に候補2個ぐらいは上がっといた方がいいな。ここ行ってもしいたらこっちの方とかそうだねしようっていうのを決めといた方がいいな、ね、あとはまあジブとバルで一緒にお散歩行くのはまあ状況によってはありかもね。ガスだから あの急に詰められても対応星川さんできるし、星川さんは家の掃除してもらえたらいい。そう、家の掃除しておいてもらって掃除してもらえて何も反応しようなはい聞いてました、家の掃除をします申し訳ない、僕らがめちゃめちゃ話し込んでて、違うの、もう楽しくてね、星川はね感極まってるやん感極まってる、多分こんなに楽しいなんて楽しいガチプレデター会議始まってたからな、もう楽しい。一番警戒すべきポイントが一番動きが遅いのがニルさんのチームなんだよな。あー、じゃあランドフライドから直で北行くのちょっと危ないんだね。そう、北で行くのは危ない。まあそういう時にバルで飛べたりすると楽ではあるの。そう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 、バルはね、そういう時にやっぱ使える。星川さんはもう楽しそうにプレイすれば大丈夫、それで。いやもうずっとね、2人の会話を聞いてね、かっけえなってニヤニヤしてる星川今日配信してるからニヤニヤしてるのバレるのって感じこれこのままこっちの左上からパーティーがあんまり来なかったらもうこっち確定かもな。左上だけマップのビーコンが生えてる位置が多くて、右下だけビーコン生えてないから、あんまり右下ビーコン読めずにこっち入ってて、左上はビーコン読んだから北側か回ってこっち行くっていう判断にしてる可能性高いから今って、こちらが少なかったらハーベスター広く使えるって考え方は結構でかいかも。まあどう転んでも混んだら混んだで僕らのポジションが増えておったし、混まなかったら端使っていけば運びやすそうして、Yeah.